続いては大竹紳士高有力毎週水曜日は北郎教授ですちょっと待ってねはいこんにちははい待って待って椅子あげるかはい椅子あげてすいませんね看護婦さん看護婦さん低い低い低い。はいありがとうはいすいませんありがとうございますもう始まってるの始まってるようんはいこんにちは北郎さんですはいこんにちは北郎です今週から日曜日にね 大竹新郎の展覧会行ってきた大竹新郎国立近代美術館何屋さん何屋さんって写真家大竹新郎知らないんだって断密は大竹大竹で誠じゃないよ誠じゃない方大竹新郎を知らない要は日本の現代アーティスト現代アーティスト聞いたことありますそうですよ。うん

あの、すごい人なんだよ、何しろ。大竹と違って。大竹と違ってっておかしいん <laughs> 大竹新郎って一緒の時代に生きてるだけで、こう嬉しくなるような。別に、アートとかね、芸術家を気取った人じゃないの。違うの全然、作風はね。でも、本物を見ないとね、 あの、写真集とかね、画集で見たって、全くわからない。そうじゃないんだ、やっぱし。どんな作風かというと、いや、あの、簡単に言えばね、あの、古い雑誌とかね、そういうあの写真とか、それを切り抜いて、貼って、コラージュして、もう、だから、デコボコがあったりするわけよ、本物はね。貼ってるから。 古い,古い雑誌の写真とかを切り抜いてあるの,春の山下清みたいな問題だ,だから、まあ、まあちょっと違うんじゃない春るんだから春行為は同じで、ねうん、こんな感じこの人が大竹新郎って人なのし大竹郎さんああまだそんな年じゃないそんな若くもないけども。まあ でも60代ぐらいじゃないですか1955年生まれ67歳武蔵野美術出てらっしゃるものすごいね見るとね元気が出るんだよなぜかというと別にアートを気取ってるわけじゃないけど作業中のね大崎新郎さんがこの。 芸術を作ってる様子がこうビシビシで楽しそうに作ってる感じがね伝わってくんのよね一人で作ってる自由遊んでるみたい一人で作ってんの一人で作ってんで誰と作んだよいやいや弟子とかさああどうかなそれ手伝ってくれる人もいるだろうけど一人だと思うよ膨大な作品なんだどのくらいの大きさなのそうだね畳1畳ぐらいのと もっと小さいのもあるしスクラップブックは画集みたいなもの、うん、一番大きいのは一番大きいのはものすごい大きかったな、うん、なんでそれ <laughs> 普通のだから大きさだよ <laughs> 大きいやつ窓ガラスぐらいここのかなり大きいってこと、うん、まあ窓ガラス三て,て4畳半ぐらいですかね、うん、でガラクタをもうはつけたりなんかするんだよブラシみたいのもね、うん ベタってなんだか全くわからないけど分からなくていいんだよなんか大竹信郎さん楽しそうに多分作業してるんだろうなっていうのが伝わってくんだよ見ててもう理解しようと思ったらもうダメだから。ゴミがね あのゴミみたいな、ベタベタ食べてわけよ、看板とかね、そういうゴミみたいのをね、うんうん、だからね、大竹新郎さんのところにね、うん、ファンがね、うん、ゴミを大量に送るんだって、こ、ね、<laughs> <の>れで作ってくれっていう感じで。うんうん ちょっと違うんだっんだ、うん、さんそういうことじゃない、うん、思いが入ってなきゃ先にならないんで、うんうん、人が集めたガラクタでなんかコラージュしようとは多分全くは思わないんだろうね、うん、たまにはいいゴミが来るかもしれないけどいいゴミがあって、うん、スクラップをこうなんかどんどん貼っていくっていう感じ、ね、そうだね他他の綺麗な絵もあるけど まあ基本はおたけさんはそれで有名になってその圧倒的なエネルギーでねでその美術館でね帰りにお土産さん寄ったのお土産お土産グッズ売り場グッズ売り場があるのねで中やっぱ記念に買わなきゃと思ってであの、前掛けがあったのね前掛け八百屋の親父がこうやるような分厚い紺の。 エプロンそこにあの「ニューシャネル」ってあ、うん、あの大竹さんのトレードマークみたいな言葉なんだけど「うん、ニューシャネル」っていうのが、うん、その裏こう書いてあるわけ、うん、前掛け、うん、あこれはちょっと記念にあった そう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 <れ>これなんか汚い字なんだよこれはどっかのね、うん、スナックかなんかの看板みたいなので、うん、気に入ってこの何とも言えないのがこれを文字で自分の文字で採用して、うん、でそのエプロンを前掛けを、うん、買おうと思ってまあ2,500円ぐらいだろうなと思ってレジに持ってったのね。 そしたらねレジのお姉ちゃんがね「2万2千円です」って二万二2万2万二千円!?」「2万2000円」「舞いかけ」「う毎かけ」って今度やっぱ分厚い麺の生地はいいけどね八百屋さんなんかがしてるなんかねあれ八百屋とか酒屋とか藍色のやつそう丸酒ってか屋号が入ったりするやつを。 そ入ってるだけなんだ、うん、22, 2万2千円俺は思わずね俺値段を見ずに持っていくっていうのも、うん、ダメだね俺もまでもねまあ相場があると思っちゃうからね2千0円ぐらいだろ2万2千円はちょっと、うんね、お前持ってたのそのかね <laughs> <laughs> それでいや「竹」って言って思わず言葉が出て俺の感覚とは違うから「竹 <laughs>、うん」タケ したらレジのお姉ちゃんが戻しますか？戻しますかと。まあ優しくね。どう戻しますかって言われてね、これはやっぱ俺だとプライドがあるからね。買ってきましたよ二万二千。死ぬ思いで。俺はね昔のキタロだったらそれ多分戻してたと思うね。 そも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 昔はねしっかり値段を見てそれで買ったと思うんで自分のアバウトな感覚でこのぐらいだろうっていう感覚では買わなかったと思うじゃ2万2千円で値札がついてたら絶対買わないと思う一応そのエプロンは値札ついてたんですかねどうだろう どっかについてたんじゃないのよく見なかっただけだよねそうそうネットでも売ってるねネットで調べたらやっぱり二万二千円だったよボールを貪ってるわけじゃないんだお土産やらちゃんと価値のあるものですからねネットで買ったら送料もかかりますからねまあでもなんかお年取ったら北郎さんみたいな人ちょっと多いかもしれないねうーんゲゲゲ 丸が個驚いちゃったけどまあそれでね女房と行ったんだけど値段言えなくて俺だけ並んで買って言えない奥さんに「戻してきなさい」って言われて買ったとでもうしょうがない値段言ったんだ今万2 0円で「バカじゃないの?」っていうことになって「バカじゃないよ」っていうことで「いやいや 息子が絵をやってるから息子にあげればいいじゃないか言、うん、ったらアトリエでね、うん、使ってくださいとったらいきなり。 うん、息子にあげれるならっていう感じでどうしようもないな女っていうのはお母さんっていうのは、うん、どうしていやいや俺が買ったらダメなんだけど、うんうん、息子にあげればいいじゃないってい一言でうん、うんうん、まあじゃあしょうがないかぐらいになっちゃうその感覚が <laughs> なるほどね俺がずでももうね、うんうん、あげないもう壁にあれははつけたもう自分ちの壁っていうか <laughs> えー 飾りで毎回なんか使うきなんかない何に使うんだよい料理するとか庭履いたりでも何でもいいじゃないかわざわざつけてつけてつけているのじゃなかったらしてこいよオブジェットとしてね画鋲であったよう番組にしてくれゃいいじゃん今度今度んでももう一つ俺のまだ買ったの あなんか空気感が違うな何がその思いかけと自分の部屋の難しいな難しいんだやっぱり貼ったらちょっと違和感が出てきた部屋にあと何貼ってあるんだよいろんなものはあったんだけど要はあれ貼っちゃったらね大竹進郎がいつもいるような気がしてものすごくこうまあねだから作品ならね作品ならいいけどね確かに。 うん、まあ前掛けも作品だけど、うん、まあ実用性が高いからな、うん、でもこ、うん、あの人のこうこうのめり込む感じっていうのはやっぱちょっと尋常な神経じゃないね、うん、っていうか、うん、もう見てまあでもみんなあのそうだよなんか、うん、あの人にしても。うん 名前出てこないけど三ローで有名な人にしてもああ横をんああよく出てくるねすぐ出てくるああほすごい素晴らしいね大体三ローで分かって当たり前だよ分かるように言ったんだ三ローだからあの人もね子供だよね何てやっぱりちょっとどんどん異常になっていく感じがそうそうそう新郎さんもねものすごく子供なんだよ で俺は今日はちょっと違う話しようと思う。うん、もう丸が出ちゃったからいいや <laughs> 何の話したかうもう一つこうの入り込む人の話数学者の、うん、面白いんだこれが、うん、その人が書いた本を紹介したい、ね、そうそう,い,ういや数,数式があってそれを俺が証明しようと思ったえ教授が証明するの、うん、できないそんなの証明したらすごいお金もらえたりする、うんうんうん、っていうかそのタイトルだけ言ってきないです永遠についての証明 ええ、いい体験。岩井健也さん。健也さん。科学者さん。めっちゃ面白か明日。じゃない、来週か。来週じゃ、そののめり込むパート2に。明日来いよ、それじゃ。さあ、授業時間です。北野教授もたらしもよろしくお願いします。明日のこの時間は、新聞記者望月磯子さん登場です。お知らせの後は交通情報です。